こんにちは、CRD です。最初にちょっとだけ余談挟ませていただきたいんですけれども、先日ね、千葉雄介さんが亡くなられたということで訃報がね、報道されましたけれども、本当にねびっくりしましたね。僕と同じぐらいの年の方がですね、おそらくこのチャンネル見ていられている方多いと思います。だいたい40歳前後の方がね多いと思いますけれども、そういった方はですね、おそらく中学生時代とか高校生時代とかにですね、ザ・ミシェルガン・エレファントをですね、テレビとかケーブルテレビなんかで見たことがね多かったんじゃないかなと思うんですよね。もう本当に青春時代にですね流れてた音楽の一つということでね、すごい思い入れのあった方も多いかなと思うんですよね。で、僕もねミシェルガンエレファント好きで、昔ね中学時代に HMV っていうねレコードショップがですね、心斎橋のオーパにあったと思うんですが、そこでねセカンドシングルだったと思いますけど、キャンディーハウスっていう、やつをね買った覚えがありますね。で、そこから大人になってですね、僕はヒップホップ始めたんですけれども、そんな僕の曲の中でもですね、タバコについてっていう曲があるんですが、その中のワンシーンをですね、スモーキンビリーっていう、ザ・ミシェルガンエレファントの曲からですね引用してオマージュして使わせてもらったりとかしてました。そんな感じでですね、やっぱりまあ青春時代にすごくこびりついてるというか、ルックスもかっこいいし、声もかっこいいし、まあ、リリックもね本当になんか詩的でかっこいいなと。あとサウンドね、阿部太さんのギターが本当にね、恐ろしいぐらいのカッティング、やっぱねあれもそうですし、それに相まったボーカルとですね、バンドサウンドめっちゃかっこよかったなというふうに今でも思ってます。ということでね、まあ晩年はねかなりお痩せになられてたんでね、55歳という、お年でねかなり若いなと思うんですけれども、ちょっとね嫌な予感をするぐらい良くない状態なんじゃないかなというふうに思ってたんですが、訃報がね流れてしまったということでね、僕以上に思い出ある方もね本当にたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思いますね。で、こういったねスニーカーの話とかよくするチャンネルですんで、そこに絡めてですね、生前の千葉雄介さんが履いてたスニーカーについてもねお話ちょっとしたいなと思うんですが、ブーツとか革靴のイメージあるんですけど、実はねセンスっていう雑誌のインタビューで動画にもなってるんですけども、千葉雄介さんね、スニーカーを履いてるってことをね、言ってらっしゃって、体にガタが来てるからスニーカーが楽っていうふうなことをね言ってたんですが、履いてるのはコンバース、まあこれね昔から履いてたそうですが、その他にプーマ、ナイキ、あとね Y3 も履いてるっていうのはね意外やなと思って、プーマ3足持ってるっていう風に言ってらっしゃったんで、どんなモデル履いてるのかなと思って過去の写真とか見てみたら、こちらですね、これはブレーカーハイっていうスニーカーなんですけども、多分バッシュカテゴリーじゃないかなと思うんですが、ハイカットの真っ白のスニーカーですね、これを選んで履いてたみたいですね。それ以外にもエアマックス系を履いてる写真とかもあって、晩年の辛い体を支えたのはスニーカーだったんじゃないかなという風にね思って、好きなブーツとかも履く機会が減ってたんじゃないかなと思ってね、ガンで亡くなれたということですけども辛かったんだろうなと思いますね。ただ千葉雄介さんの言葉で、骨になってもハートは残るっていう言葉があってね、まさに今後もね語り継がれていくミュージシャンになるかなと思います。ということで、日本のミュージシャン、本当に偉大な方のですねお話をしたということなんですけども、今日はですねアメリカのミュージシャンというかラッパーのトラビス・スコットに関しての話題ということでねお話をしたいと思うんですね。それがですねかなり穏やかじゃない話になってて、以前からかなり話題になっていて、今月ね発売されるという噂があるモデル、ナイキアタックについての話なんですよね。これがね本当にねもう旗から見てたかなり面白い話で、今日はねその穏やかじゃない話、どんな話なのかっていうところね、これから解説していきたいと思います。果たしてナイキアタック、このトラビスとのコラボモデルに関しては発売があるのかどうかというところまでですね、考察してお届けしたいなと思います。よろしくお願いします。はい、それでは今回のですね騒動についてお話をしたいと思います。まずですね、今回トラビス・スコットが大人気のナイキとのコラボスニーカーをですねまた発売するということで話題になってるんですけれども、それがですねこちらですね、トラビス・スコットナイキマックアタックですね。このモデルの元となったベースモデルはですね、80年代にすごい活躍をしてた、テニスプレイヤーのジョン・マッケンローという方がいるんですけれども、その方の履いていたナイキからのですねシグネーチャーモデルの、ナイキマックアタックっていうものなんですね。ナイキと契約してたプレイヤーっていうのはね、アンドレアガシであるとかいろんな選手いるんですけれども、その中でもこのジョン・マッケンローの活躍っていうのはすごくて、年間の試合結果が82勝3敗というですね、未だに打ち破られてないワールドレコードを持っているということなんですね。今回はそのマックアタックがですね復活するということで、リバーススーシュバージョンのですねトラビス仕様のものに関しては、5月にですねマイアミで行われたトラビス・スコットのライブにて初披露されたんですよね。その後何回かね発売日がこの日になるんじゃないかみたいなねリーク情報があったりとかしてですね、少し前にオリジナルバージョンのですねスーシュが逆さまになってないバージョンのナイキアタックが出たりとかですね、あとソーシャルステータスとのコラボもね発売されたりしてたんですけれども、これがですねやっと今月12月19日に発売されるんじゃないかっていう風な話が出てるんですね。一応今のところ発売情報としてはですね、国内での発売が何日になるかとかですね、どこの販路で発売されるか、スニーカーズで取り扱うかどうかっていうのもわからない状態にはなってるんですね。ただし近いうちに発売されるであろうことは間違いないということですね。一応今販売価格も噂レベルで出てるんですけども、これが媒体によって違って
てですね、120ドル前後であるというふうにね、報じているところもあればですね、例えば GQ が9月に報じた内容で言うと180ユーロ、日本円にすると2万8000円になるということでね、今のところ国内では発売日も価格もわからない状態になってます。ただ今までの傾向からしてトラビス系のスニーカーがですね、発売されなかったことっていうのはもうトラビスがね勝手に作ったエアフォースワンのカスタムぐらいしかないんで、多分発売されるだろうなと思います。で今回このスニーカーをめぐってですね、トラビスことすんごい揉めてるんですよね、誰と揉めてるかというとですね、なんと、マックアタックのそのマックジョン・マッケンロー本人と揉めてるわけなんですね、これどういう話かというとですね、先日ですねこんな映像が SNS に出回りました。こちらですね。 Okay, let's have a bit of a compromise here. Her suggestion is to do a cactus Mac thing for this one shoe instead of cactus Jack. Okay, come on man, show a little respect, this is my shoe. Then I mean, it's like a burger, so I'm like, well, I ain't trying to take nothing away from you, I ain't trying to disrespect, I ain't trying to do nothing like that, I just...はい、ちょっとね、物騒な感じのやり取りが聞こえたと思うんですけれども、これはですね、今回のトラビス・スコットマックアタックが発売される前にですね、ナイキの幹部とトラビス・スコット、そしてジョン・マッケンローが参加したズームミーティングの様子なんですね。それの隠し撮りがですね、参加者によってリークされたということなんですね、守秘義務どないなとんねんって感じですけれども、声を聞いていただいて分かったかと思うんですけれども、怒ってるのはねジョン・マッケンローの方なんですね。そしてそれに対して気まずそうにねトラビス・スコットが答えているというふうなところなんですけれども、内容をざっくり説明するとですね、これ今回発売されるトラビス・スコットナイキアタックのですね、このヒールの部分見ていただくとですね、カクタスジャックっていう風に書いてますよね。ジョン・マッケンローはそれに対して、このスニーカーはカクタスマックと呼ぶべきだっていう風に言ったんですね。そして続けてマッケンローは、冗談じゃない、これは俺のスニーカーだ、少しは尊敬の念を見せてくれよというね、そういう風な感じで言ったってことですね。それに対してトラビス・スコットはですね、まるでそれはハンバーガーの名前みたいだという風に言ったんですね。確かにカクタスマックってハンバーガーっぽい名前ですよね。実際トラビスはマクドナルドとコラボもしてますんでね、その辺ややこしいなと感じたかもしれませんけども、さらにトラビスは、俺はこのモデルの価値を誰よりも知っている、ただ現在俺は若者たちにすごく支持されている、だからこの決定について俺のことを信用しなきゃいけないよっていう風に言ったんですね。その後マッケンローはもう忘れてくれという風に言い残してですね、このズーム会議を去っていったわけなんですね。その後マッケンローに対してズームに変えてこいというようなですね、そういった声がナイキの幹部とかですね参加者の間から出てたんですけれども、その後もですねマッケンローは変えることなくズーム会議は終了したとのことだったんですね。いやちょっとこれね、さっきの映像からも温度感伝わったかと思うんですけども、結構マジでキレてた感じでしたねマッケンロー。それに対してトラビスはね、かなり冷静な感じでですね、割と言葉を選びながら説明してたような感じはありましたね。もう発売間際にもかかわらず、なんちゅう揉め方しとんねんって感じでね僕は思ったんですけど、その後もですねまだマッケンローの怒りは収まらんかったみたいで、 SNS で自身の主張を公開したマッケンローはですね、なんと自ら自作のカクタスマックの T シャツをですね作って、それを披露する動画を上げてたんですね。しかもその動画の最後の方にはですね、トラビス・スコットナイキアタックのですねヒールの部分の象徴的なロゴありますけれども、これをですねなんとジャックの部分を消して、その上にですねマックと書き足してカクタスマックに無理やりするというですね、非公式魔改造をするという暴挙に出たわけですね。いや本当にめっちゃキレてるだと思うんですが、ちょっとねこれセンスありますよね。カクタスの単語に含まれる A の部分ね、このサイドに M と C つけてマックにするというですね、なんかこれはこれですごい洒落ててかっこいいなというふうに思いましたね。しかもね T シャツ見てみると、これフォントも結構似てるなと思うんですよね。似てるというか寄せてるなって感じがするなと思うんですよね、この元々のカクタスジャックにね。この辺もかなりセンスいいなと思って、これもしかして全部含めてナイキのプロモーションじゃないのかっていう風にね勘ぐるところも僕あるんですけれども、どうですかね。こっから考察になるんですけどね、これがプロモーションとも本気とも取れるですね2つの根拠があります。1つはですね、これがプロモーションじゃないのかっていう説ね。その根拠は以前に公開されたこの映像ですね。これはウェブコマーシャルとしてね、トラビス・スコットがテニスプレイしている時にですね、マッケンローのコートにボールが飛んできて、それが頭に当たってマッケンローが怒るというですね、そういったシチュエーションなんですけれども、この後ボールを飛ばした人物がトラビス・スコットだっていう風に気づいたマッケンローは歓迎して一緒にテニスをプレイしようっていう風に持ちかけるんですね。そういった CM なんですけども、この CM の中でもですね、普通のナイキの公式の CM にもかかわらずマッケンローはですねしっかり P 音が入る言葉を言ってるんですね。 CM の段階からこういったねシナリオっぽい揉め事が含まれてたんで、それの一環かなっていう風に思うこともできますよね。しかしこれがねガチギレじゃないかっていう説もあるんで、それの根拠をお話しするとですね、このマッケンローはですね、実は80年代からめちゃくちゃ切れやすいタイプのテニスプレイヤーだったんですね。 YouTube にも現役時代のマッケンローのガチギレ特集みたいなね、そういったガチギレ10選みたいな動画がね出てたりとかするんですが、もうすごいですよ本当に、審判、相手、そして客にもですねめっちゃ切れてます。客の親父に対して試合中にもかかわらずシャラップ言うてね、めっちゃ叱責してたりとかするんですよ。それぐらいねもともと切れやすくて本当にね気性の荒い人だったんですよ。だから今回のことに関してもですね、マジで切れてんじゃないかっていう風にね言われてるってわけですね。ただねテニスプレイヤーとして
てはですね、成績は本当にお墨付きで、解説の冒頭にもお話してたみたいにですね、まだ打ち破られてないような、ワールドレコードを持ってるというですね、最強の選手でもあったわけなので、昔からそういったプライドがですね、いい方にも悪い方にも、突き出てる選手だったのかもしれないですね。12月の19日発売というふうにされてまして、このモデルの故障がどうなるかっていうのはわからないですけれども、一応発売されることはね、おおむねこれは確定かなと思いますんで、さらに彼らが揉めないことをですね、祈るばかりだなと思います。まあ発売禁止とかになったら最悪なんで、できればね仲良くやってほしいし、プロモーション説を推したいところではありますね。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はね、トラビス・スコットとジョン・マッケンローのですね、戦いというか、どっちかというとね、トラビスの方は冷静なんでね、ジョン・マッケンローが怒ってるって感じですけれども、お話をさせていただきました。これについてはですね、まあ賛否両論いろいろあると思います。ジョン・マッケンローもね、このスニーカーに対して自分がね、やっぱり愛着あるからこそこういうね、怒りが出てくるんだと思うんで、どっちの気持ちも正直わかるなみたいなところはあるんですよね。トラビスもかなりね、気を使いながら言ってたのもありましたしね。でもやっぱりもうね、スニーカー作った後ですんで、あんなねマッケンローが自分で細工してね、カクタスマックに変えてましたけれども、今からああいう風にね刺繍を変えるなんてことは絶対できませんし、おそらくいろいろね、もうすでに宣伝ビジュアルとか、いろんなところをですね決まってきてるところかと思いますんで、今更ですねこれをカクタスマックに変えるってことはできなさそうな気はするんですよね。まあでもこのマッケンローのねカクタスマックについてもですね、デザイン僕すごいいいなと思うんですよね。これなんか発売された後わざとねカクタスマックバージョンにするっていうミームが起こりそうな気もしますね。なんかそういうねカルチャー的な動きとしてはね、すごく僕は面白いなというふうに見てて思いました。マッケンローもねもうええ年の人なんでね、あんまり怒らずに穏やかにね過ごしていただきたいなというふうに思うところはありますね。ていうか根本的な問題なんですけども、これねナイキアタックって言って、今までのねザマックとかマックアタックっていう時のですね、マックっていう名前もともと取られてるじゃないですか。だからカクタスジャック以前にですねマックも取れてんねんから、ナイキに怒れへんかったらなんでなんやろというふうにちょっと思いましたね。そのあたりのさじ加減はね僕はちょっとわからないところではあるんですけれども、 T シャツまで作ってるぐらいですね、これをですねマッケンローのオフィシャルサイトかなんかで打ったら結構面白いかなと思うんですけどね。まあナイキとかトラビスとは揉めそうな感じはしますけども、打ったら多分ね人気出るような気はします。マーケットとかみたいなパロディ系ブランドがねこの T シャツ売りそうな気するんですけどね、勝手に作って。なんかそんなサブカル的なですねスニーカーカルチャーの面白いところが出てきたなというふうに感じる一件でした。まあ本当に他人事で話してるんですけどね、当事者としては大変かもしれませんが、スニーカー好き、こういったストリートカルチャー好きとしては楽しめましたという話でしたね。皆さんどうですかね今回の件、どっちの方がいいものか悪いものかみたいなこととかですね、この元々のマッケンローに関してのですね思い入れとか、そういったところがある方もいらっしゃるかと思いますんで、またコメント欄に参加して聞かせてください。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。シアルディでした。楽すぎて麻痺する感覚、スニーカー込んでも履くサンダル、I'm good スーツで決めるサンダル。